昼寝してすっきりっす。おう、さくらたちから呼び出しだ。先輩いじって遊ぶのも楽しいけど、今日は女子トークに花を咲かせるとしますか。じゃあね先輩。ん、あ、いないな。フレンズ。とりあえず逃げとこう。でさもう、こっちからもフレンズの気配。うーす。ああ、窓側でいいよね。俺何やってんだ。長トロ。ねえ、みんなはどんなのがタイプ？私は頼れる男だね、断然。私は結構守備範囲広いからオールオッケーかな。ビッチじゃね。で、ハヤッチは？お私は一緒にいて楽しいやつかな。普通ねえ。いいっしょ別に。あれ、どうしたの？スマホがない。物質じゃない。あ、そうかも。そういや、はやっちさ最近どっかの物質に入り浸ってるらしいじゃん。ねえ。キャー、男だ。男だ。違う。先輩、今回のはガチキモっすよ。怪人ロッカー男っす。ごめん、なんか成り行きで。まあいいっすけど。スマホあざす。あ、さっきの聞いてました？何のことかな。